APEC でありますが、これはその名が示します通り、アジア太平洋地域の持続可能な成長、そしてまた繁栄の実現、これをいかにして行うかということについて話し合いがなされたものでございます。で、国際社会が極めて複雑化している中において、APEC の協力の重要性というものは一層高まっておるわけであります。で、我が日本国といたしまして、このアジア太平洋地域における持続可能で包摂的な成長と繁栄のため、ルールに基づく自由で開かれた公正で透明性のある貿易投資環境、これを維持強化していかねばならないという認識のもとに、その重要性を強調するということを行ったものでございます。